オドマール・マーガは、チェコ出身の指揮者。1929年、プラハのドイツ系ハンガリー人の家に生まれる。1948年から1952年まで、シュトゥットガルト音楽演劇大学で、バイオリンと指揮を学び。1952年から1958年まで、チュービンゲン大学で、ドイツ文学と音楽学を専攻。1954年から翌年まで、 パウルファイケンペン、1960年から1962年まで、フェルディナント・ライトナーとセルジュ・チェリビダッケの訓導を受けた。1962年から1967年まで、ゲンティンゲン公共楽団の主席指揮者。1968年から1970年まで、ニュルンベルク公共楽団の主席指揮者。 1971年から1982年まで、ボーフム公共楽団の音楽監督、1983年から1987年まで、オーデンセ公共楽団の芸術監督、1987年から1991年まで、イポメリッジムジカーリの主席指揮者、1992年から1996年まで、韓国の KBS 公共楽団の主席指揮者、 2002年から2003年まで、クレイフェルト・メンヒエングラート・バフ派劇場の音楽総監督のそれぞれを歴任。ボーフム公共楽団時代には、フォルクバング大学で教鞭を取った、作曲家としても作品を残す、ディスクックス。ありがとうございます。